卒業したやん。今月まではまだスクールアイドルでしょ。やっぱりここね。お母さん、理事長、その顔は聞いたみたいね。次のラブライブのこと。あ、はい。本当にやるんですか、ドームで。まだ確定ではないけどね。だからその実現に向けて前回の大会優勝者のあなたたちに協力してほしいって。今知らせが来たわ。それってまさか、まさか。小鳥、パスポートは？飛行機のチケットは？大丈夫。パパ、行ってきます。はい、では行きますよ。みんなでにこやかに。せーの、にっこにっこにー。はい、これお守り。皆さんの分もありますよ。ありがとう。ところで、ほのかは？最高のカードやね。ほのかちゃんがいないよ。まさか。いえ、もう到着していると。ほのか、私たち行くんだね。あの空へ、見たことのない世界へ。
Next person, please. あ、はい。あ、ちょっと花よ、カバン。エリ、大丈夫なのですか？平気よ。そのメモ、運転手さんに渡して。しかし、フミちゃん、次の人待ってるから。乗るにゃー。ちょっと。本当に大丈夫なのですか？変なところに連れて行かれたりしませんよね。正規のタクシーなら心配ないって、のぞみちゃんとエリちゃんも言ってたし。でも言葉が通じないんですよ。そもそもなぜ海外なのですか？ライブなら日本でいいでしょ。お母さんが言ってたでしょ。こっちのテレビ局がスクールアイドルを紹介したいからって、音の木坂にオファーがあったんだって。すごいことだよね。秋葉ドームの収容人数は第2回決勝会場のおよそ10倍。10倍？そんなに大きいんだ。ラブライブの人気に勢いがあるとはいえ、今の実績だけでは会場を抑えることは難しいんです。そこでこの中継でさらに火をつけて、ドーム大会実現への実績を作ろうというわけやね。もし実現したらミューズはゲストとして呼ばれるわよね。わからないけど、多分そうなるんじゃない？多分じゃなくて絶対。ニコのためにドームに詰めかける何万もの観衆、パワー、そんでっき。気持ち悪い。何よ。これで海たちが来れば全員ね。ちゃんと場所は教えた？任せて。ほのかがメモ渡してあるから。これがホテルですか？何か違うような。お化け屋敷みたいだにゃ。うわあ！聞いてたのと名前が違う！ごめん、エリちゃんに渡されたメモ写し間違えちゃって。だって英語だったから。今日という今日は許しません！あなたのその雑で大雑把でお気楽な性格がどれだけの迷惑と混乱を引き起こしていると思っているのですか！ま、ちゃんと着いたんだし。それはリンがホテルの名前を覚えていたからでしょ。もし忘れていたら今頃命はなかったのですよ。大げさだにゃ。海ちゃん、みんなの部屋見に行かない？ホテルのロビーもすごかったわよ。じゃあ近くのカフェに。ねえ、気分転換におやつでもどう？カップケーキ買ったんだ。おお、花よちゃんナイス。じゃあそれ食べたら明日からの予定を決めちゃいましょう。うん、海ちゃんも食べるでしょ。いただきます。私あの鉛筆みたいなビル登りたーい。ここに何しに来たと思ってるんですか？なんだっけ。ライブです。わかってるよ。大切なライブがあるのです。観光などしている暇はありません。でも幸いホテルのジムにはスタジオも併設されているようです。そこで練習しましょう。外には出ずに。わざわざ来たのに。よっぽど怖かったのね。大丈夫大丈夫、町の人みんな優しそうだったよ。ほのかの言うことは一切信じません。確かにラブライブ優勝者としてもこのライブ中継はおろそかにできないわ。その通りです。でも歌う場所と内容に関しては私たちからも希望を出してくれと言われている。この街のどこで歌えばミューズらしく見えるか、
街を回って考えてみる必要があると思うの。いや、それは。そうだよそうだよ。だから朝は早起きしてちゃんと練習、その後は歌いたい場所を探しに出かけるというのはどう？それいいと思う。小鳥、賛成の人。はいはい。決まりやね。よし、そうと決まったらご飯にしよう。え？ Here it is。 なにこれ、でかっ。チーズケーキだよ。こっちに来たら食べるって楽しみにしてたんだ。これが夕食なんですか？さすが自由な国やね。それ関係ある？次こそ勝ちます。わあ、こっちかな。はっ、やっぱり。ああ、ねえ、明日も早いからそろそろ寝よう。ダメです、勝つ方法が何かあるはずです。いざ。これって何勝手に見てるのよ。あ、ごめん。中見たの？うん。マキちゃん、もしかして？いいの、私が勝手にやってるだけだから気にしないで。知らない場所にいるって不思議な気持ちだなーって。遠くに来ちゃったね。あ、かよちん寂しいの？うん、ちょっぴり。あったかい。もう一度です。何かある、何かあるはずです。ズルしてないよ。ならもう一度です。ほのかちゃん、おばあさまだって。今まで気づかなかったけど、エリちゃんって意外と甘えん坊さんなのかも。おばあさま。朝は気持ちいいね。テンション上がるじゃん。さあ行きましょう。大都会の真ん中にこんなに大きな公園があるなんて。もう、いつまで話してるの？海ちゃん、大丈夫だよ。
信じても良いのですね。出発にゃーにゃにゃにゃー。りんちゃんは元気やね。開いたりするのかしら。ちょっと登ってみる。疲れた。気持ちいい。ライブはここを舞台にするのも悪くないかもね。なんか落ち着くし。落ち着くのはみんなと一緒だからやない。そうかもねえ。ちょっとだけ踊ってみない。りんちゃん、お、いい？リードは任せるにゃー。 Hello。 Are you girls Japanese? Yes! We are Japanese students! You're here for some performance? なんと言ってるんですか？どうやら怒ってはないみたい。それは私でもわかります。 Yes! We are school idols! We are called Muse!School idols? Well, Japan seems cool. We'd want to go there too. Well, I hope you have a fun time around here. Enjoy your stay. Bye. 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 See you. せっかく来たんだから、いろんなところ見て。だって。だって。のぞみちゃんすごい。さすが南極に行くだけのことあるにゃ。海外も悪くないでしょ。もちろん注意は必要だけど。そうかもしれませんね。よーし、じゃあ練習しっかりやってからこの街を見に行こう。ここがメインストリートよ。ティファニーとかいうお店で朝食とか食べちゃうんでしょ。どんな素敵なレストランなんだろう。ニコちゃん知ってる？当たり前でしょ。本当？何食べさせてくれるの？ステーキとか。すごいにゃー。全部間違ってる。うまく取れたよ。おー、うん、二人とも可愛い。変わった服だね。こんな恥ずかしい服。原翔、さすがミューズの衣装担当だけあるわね。二人とも似合ってるわよ。そう。海ちゃんも可愛い。そうですか。何あれ、ハロウィンの時なんかに街の人がいたずらでやるんだって。うちらもやってみる？できるの？任せといて。ちょっと、私の靴！さすが、世界の中心。
綺麗よね。ライブの時もこんな景色が使えたら最高なんやけど。はあ、なんかどこもいい場所で迷っちゃうね。そうですね。最初は見知らぬ土地で自分たちらしいライブができるのか心配でしたが。あ、そっか。どうしたの？わかった、わかったよ。この街にすごくワクワクする理由が。この街ってね、少し秋葉に似てるんだよ。この街が秋葉に？うん、楽しいことがいっぱいで、次々新しく変化していく。実は私も少し感じてた。リンちゃんもそうだったんだね。うん、言われてみればそうかもね。何でも吸収してどんどん変わっていく。だからどの場所でもミューズっぽいライブができそうって思えたんかな。雨だ。ねえ、傘ないわよ。困ったわね。まだ行きたいところあったのに。仕方ありませんね。雨強くなるかもしれないし。うん、ホテルに戻った方がいいわね。寂しいな。大丈夫や。知らない言葉のメロディー、不思議と力が湧いてくる。ハロー、星は数えて、これから出会うことを占えば。ハロー、予測不可能、きっと一緒なら全部楽しめる。ハロー、明日起きたらどうなるかな。どうしたのよ。ニコちゃん、カヨチンに何かした？知らないわよ。どうしたの？気分悪いの？ホームシック？怖い。怖い？怖いが。白米が食べたいんです。白米？そう、こっちに来てからというもの、朝も昼も夜もパン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 、白米が全然ないの。でも昨日の付け合わせでライスが。白米は付け合わせじゃなくて主食。パサパサのサフランライスとは似て非なるもの。ごに飯と書いてご飯。白米があってご飯が始まるのです。あったかいお茶碗で真っ白なご飯を食べたい。あ、このパン美味しい。すごい白米へのこだわり。と言ってもね。マキちゃん、どこかいいところ知らない？まあ、知らなくはないけど。この街にもこんなお店あるんだね。世
界の中心だからね。大抵のものは揃っているわ。うわ、美味しかった。やっぱり白米は最高です。よかったね、かよちん。さあ、遅くなる前に戻りましょう。うん。なんかこうしてると学校帰りみたいだね。そうね、不思議な感じ。みんなとこうしていられるのももうわずかなはずなのに、この街は不思議とそれを忘れさせてくれる。あれ？あれ？ソーリー。 Oh, excuse me。 お金足りないのかな。でね、なさみちゃんに教えてもらいたい。あー、ちょっと！わからないとは。すみません。でもお姉さん、大きな駅ってだけでわかるなんて。え？あなた、いちいち動きがオーバーね。大丈夫よ、場所は大体わかってるから。大きな駅があるところの大きなホテルなんでしょ。はい。大きなシャンデリアもあるでしょ。あります。じゃあ間違いなくあそこね。
どうしたんですか？マイク、忘れた。もしかしてそれじゃあ、びっくりさせないでくださいよ。ごめんごめん、あったんだからいいじゃない。こっちでずっと歌ってるんですか？まあね。これでも昔は仲間と一緒にみんなで歌ってたのよ、日本で。そうなんですか？うん。でもいろいろあってね、結局グループも終わりになって、当時はどうしたらいいかよくわからなかったし、次のステップに進めるいい機会かなとか考えたりしたわね。どうしたの？それでどうしたんですか？簡単だったよ。とっても簡単だった。今まで自分たちがなぜ歌ってきたのか、どうありたくて何が好きだったのか、それを考えたら答えはとても簡単だったよ。わかるようなわからないようななんですけど。今はそれでいいの。それでいいの。やです。いいの。すぐにわかるよ。中で会った人とここまで、人誰もいなかったにゃ。そんな。まあいいわ、早く部屋に戻って明日に備えましょう。あ、ほのかちゃん帰ってきた。よかった。遅いわよ。ねえみんな、ごめんなさい。私リーダーなのにみんなに心配かけちゃった。もういいわよ。その代わり明日はあなたが引っ張って最高のパフォーマンスにしてね。あ、エリちゃん、私たちの最後のステージなんだから、ちょっとでも手抜いたら承知しないよ。うん、じゃあ明日に向けて寝るにゃー。寝るのに気合い入れてどうするのよ。何のために歌うか。
かちゃん見て。ずっと起きてたの？ううん、今起きたところ。ねえ小鳥ちゃん、んライブ楽しかったね。うん、みんなといっぱい思い出も残せた。またいつか行こうね。うん、みんなでもう一回行こう。いつか必ず。ねえねえ、昨日の中継すごい評判良かったみたい。よかったにゃ。ドーム大会もこの調子で実現してくれるといいよね。うん、ふう、エコノミーで往復ってこんな感じなのね。自慢。違うわよ。ふん、お二人さん帰ってからも元気やね。元気じゃないわよ。そういえばマキちゃん、ん？曲はできた？な、だからあれは関係ないって。うちはいい曲やと思うよ。だから違うって。そろそろバスが来るみたいよ。行きましょう。うん、じゃあ帰ろう。ん？知り合いですか？うん、やっぱりかわいい。旦那、こっち見たよ。なに？これはどういうこと？すごい見られてる。もしかしてスナイパー？何をしたんですか？向こうから何か持ち込んだりしたのではないですか？知らないよ。サインをください。あのミューズの高坂ほのかさんですよね。あ、はい。そちらは南小鳥さんですよね。はい。そちらは園田海さんですね。違います。あ、海ちゃん、なんで嘘つくにゃ。だって怖いじゃないですか。空港でいきなりこんな。私ミューズの大ファンなんです。フォン、私も大好きです。お願いします。これは一体。さあ、あ、もしかして夢？それは考えられるにゃ。でもだとしたらどこからが夢？旅行に行く前くらい？そんな前から？それはいくらなんでも。それとももしかして学校が廃校に？のあたりから長い夢だにゃ。そんなことあるわけないよね、おみちゃん。じゃあどうして？来てから街を歩いていても気づかれるくらいの注目度。海外でのライブが秋葉中で流れてる。やっぱり夢なんじゃない？ほのかちゃん、でもそう思うのもわかる。すごい再生数になってる。じゃあ私たち本当に有名人に？そんな無理です、恥ずかしい。でもさ、それって
まだ早いわ。それよりバレずにここを離脱するのが先よ。そうよ、なぜなら私たち今はスターなんですもの。評判がやっぱりすごかったらしくて、あちこちで取り上げられてるよ。ほら、本当だ。秋葉の街どころかいろんなところで大変だったんだよ。戻ってくるまでずっとお姉ちゃんを訪ねて。あら、いらっしゃい。高坂穂中さんは、ようこそ高坂穂香の住むホムラへ。いらっしゃい。まあ、お母さんもお父さんも売り上げが上がったって喜んでたけど。嘘。お小遣いの交渉してくる。私のおかげで売り上げが上がったんでしょ。もう少しアップしてもらわなきゃ。そんなこと言ってる場合ですか。そうよ、人気アイドルなんだから行動に注意しなさい。そんな、アライズを見ればわかるでしょ。人気アイドルというのは常にプライドを持ち、優雅に慌てることなく。ニコちゃん、今日はバカンスですか。わあ、綺麗。しょうがないわね。ニコニコな。何してるん？とにかくどこに目があるかわからないから、外に出るときは格好も歩き方も注意すること。そこまで気を使うのは私もちょっと。めんどくさいよ。それよりも前に考えなきゃいけないことがあるでしょ。考えなきゃいけないこと？わからない。こんなに人気が出てファンに注目されているのよ。そうやね、これは間違いなく。次のライブ？ないないない、絶対ない。そこをなんとか。これない。友達だって言ったらたくさんの人が見たいって。ねえ、なんとかならない？ほのか、ほのか、ほのか。みんな次のライブがあるって思ってるんだな。これだけ人気があれば当然ね。ミューズは大会をもって活動を終わりにするとメンバー以外には言ってませんでしたね。でもエリちゃんたちが3年生だっていうのはみんな知ってるんだよ。卒業したらスクールアイドルが無理だって言わなくてもわかるでしょ。多分見ている人にとっては私たちがスクールアイドルかそうじゃないかってことはあまり関係ないのよ。実際スクールアイドルを卒業してもアイドル活動をしてる人はいる。ラブライブには出場できないけれど、ライブをやったり歌を発表している人はたくさんいるから。そっか。ではどうすればいいのですか。ライブ
やるしかないんやない？ライブ？そう、みんなの前でもう一度ライブをやってちゃんと終わることを伝える。ライブに成功して注目されてる今、それが一番なんやないかな。それにちょうどふさわしい曲もあるし。ちょっと、そんな曲が？のぞみ、いいやろ。実はマキちゃんが作ってたんよ、ミューズの新曲を。本当？でも終わるのにどうして？大会で歌ったのが最後の曲かと思っていたけど、その後いろいろあったでしょ。だから自分の区切りとして一応。ただ別にライブで歌うとかそんなつもりはなかったのよ。伝えるライブ、ほのかちゃん？何のために歌う？ほのかちゃん？ごめん、こんな素敵な曲があるんだったらやらないともったいないよね。やろう、最後を伝える最後のライブ。練習きつくなるわよ。うちらが音の木坂にいられるのは今月の終わりまで。それまでにやることは山積みよ。みんなちょっといい？お母さん、続けてほしい？ええ、スクールアイドルとして圧倒的な人気を誇るアライズとミューズ、ドームでの大会を実現させるにはどうしてもあなたたちの力が必要とみんなが思っているようよ。みんなが？でもそう考えるのもわかります。ここまで人気が出ちゃうと。3年生が卒業しスクールアイドルを続けるのが難しいのであれば別の形でも構わない。とにかく今の熱を冷まさないためにも、みんなミューズには続けてほしいと思っている。そんな。ですが。困ったことになっちゃったね。最後のライブの話をしていたところなのに。私は反対よ。ラブライブのおかげでここまで来られたのは確かだけど、ミューズがそこまでする必要があるの？うん、そうだよね。でも大会を成功に導くことができればスクールアイドルはもっと大きく羽ばたける。海外に行ったのもそのためやしね。待ってよ、ちゃんと終わりにしようって。ミューズは3年生の卒業と同時に終わりにしようって決めたんじゃないの？マキの言う通りよ。ちゃんと終わらせるって決めたんなら終わらせないと。違う。ニコッチ、いいの？続ければドームのステージに。もちろん出たいわよ。けど私たちは決めたんじゃない。9人みんなで話し合って、あの時の決心を簡単には変えられない。わかるでしょ？ニコ、もしミューズを終わりにしちゃったらドームはなくなっちゃうかもしれないよね。凛たちが続けなかったせいでそうなるのは。それはそうだけど。ほのかちゃん。ほのかはどう思うの？ほのか、
あら、ユキホ。お邪魔します。お姉ちゃんは上じゃない？難しいな。みんな喜んでくれるのかな。ミューズが続いた方が。お姉ちゃん、ちょっといい？うん、お邪魔してます。アリサちゃん、ロシアには帰らなかったの？はい、これからスクールアイドルとして頑張るんです。今は戻ってなんかいられません。そっか。それでね、学校での練習場所を相談したいんだ。どこにしたらいいのか分かんなくって。なるほど。どこかおすすめの場所ってある？やっぱり屋上かな。広いし、雨が降ったら練習できないけど。でも屋上ってお姉ちゃんたちが。そうだけど、少し離れれば音も気にならないよ。そしたら頑張ってる二人を毎日そーっと。ダメダメ、まだ始めたばっかりなんだから。お姉ちゃん、楽しくないの？え、楽しい？そうだよ、アリサと二人で話してたんだ。私たちはミューズに負けないくらい楽しいスクールアイドルを目指そうって。だからミューズはいつも楽しくいてほしいです。じゃあ。格好は何？いや、慌てていたもので。ねえ、少し時間ある？車を待たせてあるの。ドライブしましょう。ドライブ？どうだった？向こうは。はい、とても楽しく勉強にもなりました。そうか。ライブも大成功だったみたいね。周りはその話題で持ちきりよ。いや、そんな。それで次のライブはどこでやるの？それは。その顔はどうしようって顔ね。ミューズは3年生が卒業したら終わり、それが一番いいと私たちは思っていました。でも今はすごいたくさんの人が私たちを待っていて、ラブライブに力を貸せるくらいにまでなって。期待を裏切りたくない。応援してくれる人がいて、歌を聴きたいと言ってくれる人がいて、期待に応えたい。ずっとそうしてきたから。やっぱりだったら続けたら思います。でも、これは私たちをこれからマネージメントしてくれるチームよ。マネージメント？私たちは続けることにしたの。学校を卒業してスクールアイドルじゃなくなっても3人で一緒にアライズとして歌っていきたい、そう思ったから。翼さん、あなたの気持ちは分かっているつもりよ。私も迷った。ラブライブを目指しスクールアイドルを続け、そして成し遂げた時に終わりを迎えるのはとても美しいことだと思う。でもね、
やっぱりなくなるのは寂しいの。この時間を、この一瞬をずっと続けていたい。そしてお客さんを楽しませ、もっともっと大きな世界に羽ばたいていきたい。そう思ったから、私たちは。あなたがどういう結論を出すかは自由よ。でも、私たちは続ける。あなたたちにも続けてほしい。共にラブライブを戦ってきた仲間として、これからも。には続けてほしいと思っている。いつも楽しくいてほしいです。あなたがどういう結論を出すかは自由よ。あー、もうわけわかんないよ。こんなことになるなんて。やっぱり続けた方が。でも、それって…また会えたわね。なんで？なんでここにいるんですか？あの時も突然いなくなっちゃって。あ、このマイク、私の家にもあります。ちゃんとお礼言いたかったんですよ。ごめん。そうだ、私の家すぐ近くなんです。え、お茶だけでも飲んでってください。マイクも返したいですし。ねえ、ちょ、荷物そのままだし。ここです。中へどうぞ。いいよ、ここで。ん？やっぱり、また今度ね。あ、なんで？せっかく再会できたのに。答えは見つかった？あの時の。目を閉じて。こうですか？飛べるよ。飛べる？飛べるよ。いつだって飛べる。あの頃のように。
ほのか、エリです。あの後、3人だけで話し合いました。人気が出たこと、私たちの歌が多くの人に聞かれていること、ラブライブのために力を貸してほしいと言われていること、嬉しく思いました。でも私たちの答えは変わりませんでした。ミューズを続けることはありません。私たちはやっぱり、スクールアイドルであることにこだわりたい。私たちはスクールアイドルが好き。学校のために、みんなのために、同じ学生がこの9人が集まり、競い合って、そして手を取り合っていくスクールアイドルが好き。限られた時間の中で精一杯輝こうとするスクールアイドルが好き。見つかったよ、答え。私は学校のために歌を始めた。アイドルを始めた。そしてみんなと出会い、一緒にラブライブを目指し、全力で走り続けて、絶対に届かないと思っていたものに手が届いた。それは偶然そうなったんじゃない。思い切り夢中になれたから。そして最高に楽しかったから。みんな、ずいぶん遅いですね。久しぶりだね。そろそろ練習したいなって。私たちもまだスクールアイドルだし。まあ私は別にどっちでもよかったんだけど。めんどくさいわよね、ずっと一緒にいると。何も言わなくても伝わるようになっちゃって。みんな答えはきっと同じだよね。ミューズはスクールアイドルであればこそ、全員異議なしね。でもドーム大会は。それも絶対実現させる。どういうこと？ライブをするんだよ。スクールアイドルがいかに素敵かをみんなに伝えるライブ。すごいのはアライズやミューズだけじゃない。スクールアイドルみんななんだって、それを知ってもらうライブをするんだよ。でもそれって。具体的には？実はね、すっごいいい考えがあるんだよ。ねえねえねえ、あのね、本気ですか？今から間に合うの？そうよ、どれだけ大変だと思ってるのよ。時間はないけど、もしできたら面白いと思わない？いいや、うちは賛成。面白そうにゃん。実現したらこれはすごいイベントになりますよ。スクールアイドルニコニーにとって不足なし。そうだね、世界で一番素敵なライブ。確かにそれは今までで一番楽しいライブかもしれませんね。みんな一緒にライブを。私たちミューズはやっぱりここでおしまいにしようと思います。まだそのことをメンバー以外の人に伝えられてはいないのですが、
でも最後にみんなで集まってスクールアイドルの素晴らしさを伝えたいんです。なるほど。私たちスクールアイドルが心から楽しいと思えるライブをやれば、たとえ私たちがいなくなってもドーム大会に必ずつながっていくというわけね。はい。あなたらしいアイデアね。面白いわ。みんながハッピーになれるというのも悪くない。私たちも今はまだスクールアイドル、協力するわ。ありがとうございます。でもお願いがあるの。ん？みんなで一つの歌を歌いたい。みんなで一つの歌？そう、誰の歌でもないスクールアイドルみんなの歌。せっかくみんなでライブをするなら、それにふさわしい曲というものがあるはず。そんな曲を大会優勝者であるあなたたちに作ってほしい。どうかしら。それが私たちが参加する唯一の条件。やりたいです。それすごくいいです。私もそうしたいです。でも時間はないわよ。大丈夫です。ごちそうさまでした。みんなにも伝えてきます。暑い。あー、すごいです。メール送ったらすでに何件か返信が。本当？でも中には話を聞いてからにしたいっていうグループもいて。確かにいきなり出てほしいって言われても戸惑うかもしれないわね。電話できちんと説明した方がいいかもしれません。のんびり構えていていいの？時間はもうそんなに残されていないのよ。それは。じゃあどうするの？会いに行こうよ。そう、会いに行くのが一番。え？会いに？本気なの？うん、行ける範囲は限られるだろうけど、直接会って直接話した方が気持ちもきっと通じるよ。でもどうやって？簡単だよ。マキちゃん、電車賃貸して。なるほど。なんでこっち見るのよ。さあ行こう。
ちと一緒だ。頑張ってるんやね。どうします？突然話しかけるわけには。こういう時はリンちゃんよね。リン、はい、これ、あの、何でしょう。私はスクールアイドルの使者、そなたたちと共にライブがしたいのじゃ。何ですかあれは。海外で得した神話だよ。そんなバカバカしい。参加してくれるにゃ。メールが来ました。東京だけでなく全国から何個。すごいわね。それでもう20組にゃ。ハロー、アンジュさん。曲作り手伝いに来たわよ。これお土産だ。あら、かわいい衣装。ありがとう。ほのかちゃんに言われて急いで作ったんだ。お互い強引な相棒を持つ者同士、大変ね。衣装がたくさん必要でしょ。手伝うわ。じゃーん、衣装考えてみたよ。どう？本当大変ね。いい曲ね。何かアイデアがあれば言って、取り入れてみるわ。そうね、じゃあこういうのはどう？何してるの？なんでもないわよ。マキちゃんか。ふん、なんでもないってば。それよりこの前聴いたマキの曲を歌うんじゃないの？仲良さそうにまた新しい曲作ってるし。うちも言ったんやけど、あの曲はミューズ9人で歌いたい曲だからって。何よそれ。全国から集まった言葉だ。こんなにあるのですか。ここから選ぶ。みんなの思いがこもってる。やるぞ。皆さんこんにちは。今日は集まっていただき本当にありがとうございます。このライブは大会と違ってみんなで作っていく手作りのライブです。自分たちの手でステージを作り、自分たちの足でたくさんの人に呼びかけ、自分たちの力でこのライブを成功に導いていきましょう。お姉ちゃん、手伝ってくれるの？もちろんです。でも私たちまだスクールアイドルじゃないのに参加しちゃっていいの？大丈夫。これあるわよ。何ですか？それはお願いします。みんな参加してください。ありがとうございます。ライブもぜひ参加してね。これでいい？もう少し右。やっほー、みんなはっちゃけてるかい。明日なんと全国のスクールアイドルが集まってスペシャルライブを披露してくれるんだって。楽しみだね。ほのか、頑張って。頑張れ。ありがとう。みんなもライブに参加してね。ライブやります。皆さん参加してください。ザー、できました。これ本気でかけるつもり？せーの。できた。ところどころちょっと曲がっていたりするけど、これも味でしょ。うん、自分たちで作ったステージにみんなでワクワクするにゃ。なんか踊りたくなっちゃうね。何言ってんの、本番は明日よ。でも練習しちゃおっか。今からですか？もう夕方よ。アライズだって急に。別に構わないが。いいね。よし、じゃあ最後にみんなで練習だ。
ほのか。ねえみんな、私たちみんなに伝えないといけないことがあるの。ん？私たちはやっぱりスクールアイドルであることにこだわりたい。あの、私たちミューズはこのライブをもって活動を終了することにしました。私たちはスクールアイドルが好き。学校のために歌い、みんなのために歌い、お互いが競い合い、そして手を取り合っていく。そんな限られた時間の中で精一杯輝こうとするスクールアイドルが大好き。ミューズはその気持ちを大切にしたい。みんなと話してそう決めました。お姉ちゃん。でもラブライブは大きく広がっていきます。みんなのスクールアイドルの素晴らしさを、これからも続いていく輝きを多くの人に届けたい。私たちの力を合わせればきっとこれからもラブライブは大きく広がっていく。そんな。だから明日は終わりの歌は歌いません。私たちと一緒にスクールアイドルとスクールアイドルを応援してくれるみんなのために歌いましょう。思いを共にしたみんなと一緒に。よいしょ。おはようございます。どうも。しっかり眠れましたか？うん、バッチリ。天気も晴れてよかったね。本当だよ、いいライブになりそう。でも不思議だね、ラブライブが終わった時はもうやりきったって、やり残したことなんて一つもないって思ってたけど。私もまさか飛行機に乗ることになるとは思いませんでした。でも楽しかったね。ええ。おはよう。みんな早いね。昨日かよちんの家に泊まったんだ。誰かさんが緊張して眠れないからって。違うわよ。ママが言っていいって言うから。ママ？マキちゃん頑張ってね。みんなのお母さんたちも集めてライブ参加するわね。お母さんたちも？それってママライブ？もう来ないでって言ったのに。賑やかになっていいじゃない。さあ行こう。おはよう。張り切って行きましょう。誰も遅刻しなかったみたいよね。まだ一人わからないわよ。いいえ、きっと誰よりも早く待ってるんじゃないかしら。あ、ニコちゃんいた。遅い。ニコちゃんずっと一人で。張り切りすぎにゃ。いいじゃない、ライブ当日なんだから。さあこれでミューズは全員揃ったわね。昨日言えてよかったわね、私たちのこと。うん、そうだね。私もそう思います。もうほのかちゃんが突然話すから。ごめんなさい。でもこれで何も迷うこともためらうこともないでしょ。私たちは最後までスクールアイドル、未来のラブライブのために全力を尽くしましょう。エリちゃん。うん。よし、 UTX まで競争。負けた人ジュースをおごり。先にずるいにゃ。負けへんよ。
べるよ。いつだって飛べる。あの頃のように。ほのか、あなたたちの言葉を聞いて、これだけの人数が集まった。時は来たわ。大会と違って今はライバル同士でもない。我々は一つ。私たちはスクールアイドル。みんな、今日は集まってくれてありがとう。いよいよ本番です。今の私たちならきっとどこまでだっていける。どんな夢だって叶えられる。伝えよう、スクールアイドルの素晴らしさを。歌おうよ、それが
私たちの活動の内容を伝える。もし興味を持ってくれたら今度はライブに来てもらう。大丈夫、任せて。本当かな。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。今日から皆さんはこの音の木坂学院の一員です。これから始まる学園生活をぜひとも楽しく充実したものにしてほしいと願っております。スクールアイドル、ミューズ。それはこの音の木坂学院で生まれました。学校を廃校から救い、大会で優勝するまでに、私たちはその思いを受け継いで今まで活動してきました。ミューズを中心としたスクールアイドルの力によって、ラブライブはドーム大会が開かれるまでになり、今年もまたドーム目指して予選が開始されることになったのです。そしてミューズの最後のライブは、よーし、いくよー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ミューズ。
ああ、